レサカデラ・パルマの戦いは、米北戦争初期の戦闘の一つ。1846年5月9日、アメリカ合衆国軍のザカリー・テーラー将軍が、撤退するマリアのアリスタ将軍のメキシコ軍と、交戦した。5月8日の夜、パロアルトの戦いで決着がつかずに終わったアリスタは、レサカデラ・パルマのさらに防備の硬い河川時期への撤退を選び、テーラーの次の動きを待ちながら、 体制を立て直した。5月9日の朝、テイラーの1700人の部隊が、アリスタの4000人の援軍で増えたメキシコ軍と交戦した。メキシコ軍士官らの政治的な内部構想と、戦場の起伏の多い土地での補給の困難さのせいで、河川時期でアメリカ軍と激突するというアリスタの慎重に立てた、計画は幾分弱められた。メキシコ側の抵抗は固く、 騎兵部隊がメキシコ軍の前線の側面をついて驚かせて撤退させるまではアメリカ軍は危うく失敗するところであった。アメリカ軍の位置への二つの反撃は抑えられ、メキシコ軍はス個コの砲台、アリスタの初期台と銀色機式、メキシコの称賛されたタンピコ大隊の軍旗やその他の手荷物を残して草原に逃げた。近かった勝利が敗北に変わり、 結果として起こった困惑は、アリスタの北部軍司令官の解任と、メキシコの戦略の重大な再検討へと繋がった。メキシコ陸軍の技能と成功が増したにもかかわらず、メキシコ政府の不正と内紛により、多くの戦闘において粘り強い戦略を作成できなかった。ありがとうございます。